Cinema 5D at CP Plus 2019 is brought to you by Manfrotto. Imagine more.こんにちは、シネマ 5D の咲です、今キャノンさんのブースに来ています、これから開発の渡辺さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日ご紹介したいのがこのアウトドアアクティビティカメラなんですけれども、こういったプロダクトっていうのは、GoPro はじめいろんなものがあると思うんですけど、まずちょっとそういったいろんなものがある中でどういったコンセプトで作られたのかっていうのをご説明いただけますか。こちらのカメラですね、基本的にコンセプトとしてはスマートフォンを持っていて撮影ができそうもないところで使っていただくカメラになります。基本的にはどこで撮影がスマートフォンを持って撮影ができないかというところなんですけども、基本的に雪山ですとかプールですとか海とかですね、そういうところでスマートフォンを落としてなくしてしまったとか、基本的にはあと防水落としてちょっと濡れて壊れてしまった、そういうところで使いたくないというユーザーのために、こういったカメラを用意して使っていただくというカメラになります。で、実際にはウォータープルーフ、撥水だったりとか、その堅牢性っていうところもあると思うんですけど、他にスペックとして挙げるとするとどういったところがありますか。他にですね、スペックとしては特徴的なのはカラビナがついていまして、基本的には気軽にポケットとか入れなくてですね、こちらにつけてぶら下げて持ち歩くことができるといったところと、あとこちらですね、デザイン性的にもこちらで外して付け替えるってことができまして、こちらでちょっと持ち歩くにしてもおしゃれに持ち歩くということを提案することができています。フレームレートが24p ってこともあるんですけれども、先ほど60p というお話も伺って、そのあたりいかがですか。はい、基本的には目標値として動画も 60fps を目指して、フル HD ですね、目指して開発をして検討しています。なのでちょっと具体的にどういう動画の画質になるかというのはお答えできないんですけども、ちょっと今検討中ということになります。メディアはいかがでしょうか。はい、メディアですね、こちらの蓋を開けていただくとマイクロ SD を挿していただいて記録していただくという形を今開発検討しています。はい、で、今こう3つ種類がありますけれども、基本的にはこう今は3つだけなんでしょうか。ですね、こちらにあるのは色はちょっと今黒と緑と青なんですけども、ちょっとカラーバリエーションについてもちょっと反射と調整しながら決めていきたいなと考えております。こちらのアクセサリーはどういったものになりますか。こちらのアクセサリーはですね、基本的にはこちらのカメラの形で使っていただくんですけども、このカメラでプールで落としたとしても防水では防水なんですけども、ちょっと沈んでしまうということで、こちらのアクセサリーをつけることでちょっと沈まないで浮くというところを提案したくて、こういったアクセサリーをご用意しました。お子さんとか小さな子どもとかが持った時にも非常にこうなくさないでいられるかなというところだと思うんですけど、ターゲットオーディエンスってなると、ターゲットとなるのはやっぱりファミリー向けだったりしますか。基本的には若手向け前提に開発をしています。はい、で、最後に、お答えできる範囲で結構ですので、価格とその販売時期についてはいかがでしょうか。はい、価格と販売時期についてなんですけども、具体的にお答えすることはできないです。なぜかと言いますと、基本的に仕様がまだちょっとフィックスされてないものなので、これからその仕様をフィックスさせて発売時期と価格っていうのを見定めていきたいと考えています。広いオーディエンスに使っていただけるということなので、おそらくそんなに高くならないんじゃないかななんてことも検討していますが、いかがでしょう。そうですね、我々としてもできるだけ安くお客様に提供できたらいいなと考えて、チーム一丸で頑張っております。ありがとうございます。シネマ 5D の先がお伝えしました。引き続きシネマ 5D の YouTube チャンネルをサブスクライブしてください。ありがとうございます。